日本は周囲を海に囲まれた海洋国家であり、その生活は海外からの物資、エネルギーに頼っている。鎖国をしていた江戸時代ならともかく、海外との交易がないと現代社会は成り立たない。大東亜戦争では、資源を輸送する船が潜水艦をはじめ米海軍に狙われて多くの船が沈んだ。植民地、統治国間での輸出入もできなくなり、多大な被害が出てしまった。このような経緯もあり、海上自衛隊では創立以来、重要な海上輸送路、シーレーンの確保を重視している。対潜哨戒機として P3C を101機導入したことからも、その力の入れようがわかる。P3C は1981年に自衛隊に初めて納入されたが、潜水艦探知能力、航続距離、進出速度、捜索識別能力の不足、機体の老朽化により、後継機が必要となり、P1 が開発されることとなった。B1 の概要。B1 は、2001年に、防衛庁技術研究本部が開発に着手。川崎重工業を主契約企業に選定し、設計、製造した。2007年に初飛行、2013年3月に開発を完了し、配備されている。全長38メートル、全幅 35.4 メートル、全高 12.1 メートルで、基本離陸重量は 79.7 トン。P3C よりも、高く約 1.3 倍の高度が取れて、より速く、約 1.3 倍の速度で現地へ向かえ、より遠くへ、約 1.2 倍の航続距離を飛行できる。哨戒活動では、低速で長く飛行することが求められ、大きな主翼を適用。主翼面積の最適化により、低速から高速まで、あらゆる速度域で安定飛行が可能。風防のガラスは、人の目で見やすいよう、大きな平面ガラスとし、胴体の床下部分は、武器、装備に、十分な容積を確保。専用設計をすることで、長時間の哨戒に適した機体となった。エンジンは、防衛省技術研究本部が開発、IHI が設計、製造した国産の F7 ターボファンエンジンを搭載。鳥との衝突や不具合、有事の損傷などで、エンジンが一機動かなくなっても任務遂行が可能。哨戒機用としてエンジン開発が始められたのは他にないのではないだろうか。エンジンは効率が良い勾配パス比とし、幅広い速度域で燃費が良い。また、内部に吸音材を多く貼り、騒音を低減している。操縦系統には、操縦装置からの指示を電線ではなく光ファイバーで伝えるフライバイライト操縦システムを実用機として世界で初めて採用。電磁障害に強く、軽量化にもつながった。哨戒機として特に重要なのが、潜水艦や不審船を探知する音響、レーダーシステム、情報を適切に処理、表示する戦闘式システムなどを含む搭載システムである。音響システムは、その部位、信号処理能力の向上により、より成熟化した潜水艦を探知できるようになり、戦闘式システムでは、センサ情報を素早く統合処理して分かりやすく表示し、取るべき戦術を AI が提示し、より高度な作戦をしやすくなった。B1 は、海上自衛隊が必要な任務に適した理想の哨戒機のために、機体、エンジン、搭載システムを、すべて専用設計で開発した世界に例のないものである。冒頭にも述べたが、日本は領土は大きくないが、領海を含む EEZ の総面積は、世界6位の海洋国家で、海外との貿易によって成り立っている。国民が安心して生活ができるため、潜水艦だけでなく不審船を含めた警戒監視、捜索救難、情報収集など、様々な任務で B1 哨戒機が能力を発揮することを期待したい。さて、ここからは、より詳細な解説に入るが、C2 輸送機の動画ですでに解説している部分については、省略または大まかに解説をする。B1 と同時代の哨戒機として、アメリカボーイング社製造の P-8 ポセイドンがある。P-8 の対潜戦システムなどの詳細は不明であるが、機体性能については、B-1 と比べてどうなのか。そのあたりの解説を後でするので、ぜひ見ていただきたい。スケジュールと生産体制。B-1 と C-2 の2機同時開発は、2000年に決定。2001年11月、川崎重工が主契約企業に選ばれ、
三菱重工業、富士重工業、日本飛行機が協力機体会社として、国内航空関係企業が開発に全面協力した。2007年9月に社内試験で初飛行。2013年3月に完成した。主契約企業の川崎重工は、全部胴体、水平尾翼の製造、最終組み立てと飛行試験を担当。三菱重工は、中部、後部胴体。富士重工は、主翼、垂直尾翼。日本飛行機が、翼道フェアリングを担当。その他、東芝が、レーダー、NEC が、音響システム、三菱電機が、逆探知機を担当。エンジンは、IHI が設計、製造した F7-10 を使用している。空力設計。本機の主翼は、胴体の下につく低翼配置のタイプ。頑丈な結合部分により、胴体と主翼がほぼ一体のようになり、軽量化ができる。主脚を短くでき、エンジンのメンテナンスがしやすい。主翼の形は、旋音速付近での空気抵抗が小さい超臨界翼、スーパークリティカル翼を採用。低速で安定飛行できるよう、主翼を大きくした。高速飛行のみを狙った旅客機のボーイング737の800と比べると、その大きさがわかりやすい。大きさとともに分厚くしており、主翼に燃料を十分に入れられる。また、主翼が小さい旅客機では、フラップを20、30とつけるが、B1 では、簡単な構造のシングルフラップとした。C2 と共用化した部分でもある風防は、平面の大きなガラスを使っている。空力的には曲面ガラスで、小さなものが有利だが、人の目で見やすいように、あえて、昔の新幹線風な風防にしている。主脚は、片側4輪ずつの8輪で、P3C や P8 よりも多い。接地圧を下げて、臨時の飛行場でも離着陸できるようにして、運用しやすくされている。先に述べた、風防、主翼、胴体などを含めた機体全体の形状について、3D、CADで設計し、自社開発の CFD ツールを使った解析と風洞試験の結果を反映して改善されている。CAD データの直接の受け渡しにより、早い段階で意見を聞くことができ、部品同士の干渉による不具合を少なく、また、開発から製造までの期間短縮が図れたという。胴体の構造は、上部が円形で、下部はやや四角い形状としてスペースを確保した。ここから武器を発射、投下するため、与圧はされていない。旅客機では、上部の客室と床下が一体になった与圧室となっており、円形の断面になっている。これをベースとした P8 などでは、床を耐圧構造化すると、床下のスペースが不十分となる。哨戒機は、床上には、旅客機ほど多くのスペースがいらないため、B1 では、必要なキャビンを確保しつつ、床下にも、武器を十分に収めるスペースを確保した。また、P1 は、大きな主翼に燃料が入った分、P3C や P8 のような胴体燃料タンクがいらないため、胴体下のウェポンベイを大きくできた。ここに、対潜爆弾、魚雷を格納する。主翼下のハードポイントに、8つのウィングパイロンが付けられる。おそらくこのあたり、ASM-1 や AGM-84 ハープーンなど対艦ミサイル、AGM-65 マーベリックなど対地ミサイルが発射可能。その部位発射口は P3C と同じく主脚の後部にある。数は P3C から10個減り38個。なお、その部位は P3C の84本から増え、機内に96本、ヒヨアツランチャに30本の計126本が搭載可能。ちなみに P8 は全部胴体化は補助燃料タンクにスペースを取られ、ウェポンベイは後部胴体にある。主翼下には、パイロンを取り付けられるハードポイントが計4箇所。ウェポンベイの後ろに、その V ランチャーがある。その V の発射口は、左右に3箇所ずつと少ないが、その V 搭載数は B1 と同程度である。左に1機、右に2機あるロータリーランチャーで、その V を連続投下でき、任務には支障がない模様。なお、B1 も、これを2機配備している。コックピット。操縦席周りは、液晶カラーディスプレイを多数配置したグラスコックピットとなった。C2 との共用化により、空自が採用した HUD を開示も採用することになり、C2
視線を計器に落とさず、前方を見ながら、必要な情報を確認できるようになった。P3C と比べると、パイロットが、ガラケーとスマホぐらい違うというほど進化している。今回は、B1 の概要と機体編ということで、B8 と比較しながら、機体の違いを解説しました。B8 はベースが旅客機で、高速巡航に特化して設計されていたものを改造しているので、低空での飛行もできるよう調整されているようですが、哨戒機として専用設計した P1 の方が機体ベースとしては優れていると思います。ウェポンベイの場所も投下、発射しても、重心が大きく変更しない場所に B1 はあります。ただ、B8 は旅客機ベースのため、高高度での利用を前提として、その部位、魚雷の調整をし、無人機との併用で広大な範囲の対空監視など運用方法が構築されています。ここまで比較しておいてなんなのですが、そもそも運用コンセプトが違うので、比較するのが適切ではなかったのかもしれません。両機で協力して、周辺海域の安全を確保したいものです。次回以降は、エンジン、搭載システムについての解説をする予定です。動画全体を通して、B1 の性能を示すとともに、日本周辺海域で想定される状況での哨戒機としては、総合的に判断して B1 で良かったと伝えたいと思っています。最後までご覧いただき、ありがとうございました。ぜひ次回も見てくださると嬉しいです。